酒の女とタバコゲー、でかいな、これ出てるね。久々やな、ココくんの。いやー、確かにだいぶ久々。まあね、え、久々レイクレミュージアムやんな、ここ。これえぐいな、俺レイクレの博物館出てもかまるやない、ちょっとこれ、うん、レイクレミュージアムやな、ここミュージアムすぎる、すごいね。これどうなっていくやろ、うん、どこもこれかしこもレイクレやん。はい、いけちゃん、目閉じて。これ当たったら何でも終わります。おレイクレミュージアムに飾られてるサイン3枚あります。誰と誰と誰のサインでしょう。あ、これがええの、分かんない。これだから、うん、飯、わかります。どこでも、どこでもわかる。これほんまボケんでいい、ボケんでいい、マジやって、どこでもわかります。夜の人笑い、はい、禁断ボーイさん、まあ、過去オワコンボーイズさん、はい、でレイクレのこの3つです。しょうもなこいつ。マジで、マジでえっかりもこう。そうやな、てか、師匠忘れてるけど7日間晩飯を。お前やん、お前なんやろ。あ、そうや、スケート対決で。お前スケート行ったんね。お前7日間晩飯を俺にやってもらってんの、まあ、まだやってもらってた。それはあかんわ。あ、ちょっと、あー無理やろ、無理やろ、絶対無理やろ。いけると思う。近況報告していいですか、ちょっと話から。おお、近況報告、僕昨日 38.5 度熱出てたんですよ。うん、で、寝込んでね、うん、また溶連菌でしたね。これがすごい、うわ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 やめろ、お前やめろ、やめろ、やめろ、ほんまにやめろ。うわ、Quand t'es venu dans la rue inconnue。 1回なったらなりやすいんやったっけ。1回なったらにしてはなりすぎや。確かに短いって、なんでなったらすぐぐらい。大丈夫なの。いや大丈夫、もう全然点滴打ったんで。点滴ハマってんもんな。点滴バリキュッ、点滴でだいぶ回復しますよ。そんなんいいんですよ。よっしゃ。最近は僕らずっと収録動画でやってきたんですけど、最近まあちらほら休みが、確かにね、週5になったり、まあね、週5に出るんです。そうそう、視聴者の皆さんもなんか不審に思ったりしてるのかなと、うん、なるほど。今日はちょっとこれについて話していこうかなという、あ、なるほどね、回なんで、全部、うん、まあ、ベロアイさんがまとめてくれたんで、おい、じゃあお願いします、教授。はい、僕ですか。やけに眉毛綺麗やん。うわ、言ってるね。やけに綺麗やん。6000円かけてますからね、眉毛に。多分こんなんから一番眉毛かっこいい。でもさ、全体的にその総合評価がいいなわけやんか。で、眉毛を例えば A にしても、まあまあ D やんか、総合評価は。そこに関してはどうなんですか、意味あると思ってる。いや、それは意味あるよ。眉毛だけでもかっこよくないと。そっか、そりゃそうやな。上げてみ、どう、これどう、これペロ的にどう、ペロ的に外して、評価どう。何やその眉毛、あ、痛い、痛い、ちょっとメガネかけてくれ、メガネかけてもう一回上げてくれ。うわ、もう風邪ひいた時にチンタン。シェ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 ですですって書いてある。シェシェ、こわ、闇落ちスタイピース。ちょっともう一回あげてくれ。また違うキャラ出てきた、今柴田理恵やな、これ柴田理恵やな。確かに、若い時の、若いけど、出てない時。そんなんいいんですよ、休んでることについてですよね。そうですよね。そっか、そんなこともありましたね。ライブ体制を整えるじゃないですけど、まあ僕らのやっぱ真の目標っていうのが、うん、太く長くっていうわけなんですよね。まあそのためのまあ準備期間といいますかね。そうですね。うん、まあ例えで言うと、まあ、編集者さんを、うん、まあ育てると言ったり、もちろん僕らずっと自分たちで編集してるんですけど、いろいろ考えた結果、休む日が増えてくるかもしれないっていう。確かになるかもしれない。そうそう、基本週6やで、たまに週5になっちゃうと思うけど。ああ、なるほどな。これをサボりと捉えるか、成長と捉えるかって話だね。サボってるわけでは決してないんですよ。そうそうそう、頭いいやつが成長と捉える。そうやな、そうやな。君たちはどうかな。お前はもうそうやな。なんでもう一個あります。たまに集合になる理由があります。はい、僕たちって足りないもの何やと思います。足りないもの、か年間、え、出してええの。出すやったらもうこれで終わるよ、この話が。いいよいいよいいよ。マジマジ言うて。ペット、ペットやろ。ペットちゃうよ。何を言ってんの。企画力やん。ああ、企画力か。これ自分で言っちゃう。撮影めちゃくちゃ1日5本撮りとか、確かに。で、編集もめちゃくちゃ切羽詰まってるってなってしまうと、はい、企
画考える時間がどうしても少なくなってしまうんですよね。だからね、僕たちもこれはちょっとやばいなとみんなで話し合った結果、しっかりと企画を考える時間を作ろうってなったんですよ。まあな、このお笑い革命児5人集団でも、うん、もう結局ナルシストが過ぎんだずっとだから、ほんま企画にしっかり重きを置くことを、うん、で編集者をこう頑張って育てることを、うん、あとはまあちゃんと遊ぶこと、うん、まあ、そうやな、休息大事やな。そうそうそう、休息も大事やからな。休みがなかった。だってもう7月からほんまに休んだよね。そうやね。だから、うん、それらを込みした結果、たまに週5になっちゃう。まあね、体も資本ですからね。そうそうそう、それずっとマラソンしてたわけやけど、うん、これからはスクーターとかジェット機に乗ってもうちょっとビュンって行こうやと。ああ、マラソンの一回足を止めて、そう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 、スクーターとかジェット機でビュンと行こうやということですか。あんまじこと言うたなんていうの、クレバーに行こうじゃないかな。ああ、ラップが上手くなるみたいなこと。クレバーや、今年は何かしたくて。クレバーや。でも俺たちさ、結局毎日頑張ってたからさ。やるけど毎日。もうええから、一切合切でもごめんね。まあけど、ほんまに無理は良くないと思う。 YouTuber 無理せなあかんみたいな風潮もあかんと思う。それをなんか、見てる人も頑張ってないとか、うん、そういうところで評価するんじゃない。まあ誰とは言わんけどな。え？え？ごめんがい、頑張ってますみたいないっぱいアピールする人いっぱい来てるけど、まあ誰とか言うんけどな。やだやだやだ。そうやな。今日はあなたに行かせていただきますって話でさ。ちょっとゆとりを持って、はい、と考えることをね、しっかりやっぱガムシャラな機会でありましたから僕らに。確かに。でもね、俺あれやりたいんよ。人生ゲーム。うわあ！一回人生ゲームは。やりたいんよ。正直それでまず。そういうのもやれる時間を作りたいよ。そのために何か考えたり、うん、やっぱあれマスとかをめっちゃ考えなかったからさ、うん、期間も1ヶ月いるし、正直今じゃ、うん、まあ、現実問題無理やから、俺のお仕事とかあるからな。だからこれからですよね。もうほんま思ってるよ、みんなが思ってるよりもゆっくりゆっくり長く先の未来を考えたら、まあ、確かに。そうなんや。いやでも男班増やしてたね。そうね、多いですけど、まあ、多いけど最近女性もちょっとずつ増えてきてるの、うん、ありがたいことですか。ありがたいよ、もちろんありがたい。でも俺はもうちょっと男ファン増やしたい。一番モテてるお前が言うんですよ。お、確かに。たかし、てっちゃんとお前やんがめっちゃモテますし、たかしが一番今はモテてんちゃうかな。確かに。お前チヤホヤされだしたら男がやっぱ好きっていうタイプ。いやいやいや、今のうちやね、チヤホヤされるのなんて。あれですよ、かの有名なダウンタウンさんですら20代の時は1000人集めてドッジボールしようもんなら女の子1000人が来るようなグループでした。そうなんや。話変わるけど、ダウンタウンで思い出してんけど、うん、ダウンタウンさんが今までで一番きつい企画になりましたよ。今までで、ね、いっぱいやってるやんか。今いっちゃんきつかったのは24時間鬼ごっこだし、あんだけやってて24時間鬼ごっこだから、それは俺らを軽く超えてんのよ24時間バスケで。確かに、うん、軽く超えてます。それは思ったの。もしかしてダウンタウンより俺らの方が上やと思ってる。え、思ってないですどうなってんねん。だから俺、おっちゃんとかにもおもろいって言われたんやんな。たまにおるよ、今も。あ、俺な、嬉しいよな、ちゃんちゃん年上の人に見てるよ。てか、たかしの父さんとかも言ってくれてんのよ、レイクラおもろい。言ってますね。師匠ベタ褒め、ともやんベタ褒め、てっちゃんベタ褒め、エペロアイテンポ悪い。怖いよ、怖い。間が悪い。てっちゃんに関しては、お前カツワイ見つけたしだろ。それ俺の実力ではないよ。レイクも成長したなって感じますもん、僕最近。これって俺らにしか分からんことやけど、うん、やっぱオープニングで誰か喋ったら、次これ誰が喋んだ、次こういうボケすんだみたいな、あうんの呼吸があるわけ、ね、それって最初できひんかったなとか。確かに。あとなんか生放送とか、うん、イベントとかも全然怖くないな。あー、確かに。たぶん、それなりにこうできるやん。それなりに。だから、たかしはしっかりと役割あるけど、まあ、みんな役割あるからな。そう、確かに。だからね、こういう腕良くなって、俺でも、日々成長してるなって。でも、ペロがね、面白いこと思い浮かんだときは、もう分かんのよ。あー、確かに。完全に。言いたそうにしてる。あー、かわいい。こいつ、かわいい。
いと思って振るねん俺いつだから俺らにしか聞こえへんけどこいつボケる前にクーン言ってる言ってない確かに尻尾振ってるわけど唯一いい意味で、うん、最初からずーっと変わってないのってグロワリさん、うん、あー確かにずっとこの感じいい意味でな浮き沈みないよな。そう、確かに。そんな褒めてもそんな500万ぐらいしか褒めてない。成長したなですかっていう感じで、本当に休みは申し訳ないんですけど、これは僕たちの成長のためにそうですね、きつ不可欠なことなんで、はい、まあけどこれ準備があるってことはこう来る時があるってことですね。そうそう、ギアを上げる時期もあるってこと。もちろんもしかしたら、うん、こういう仕事するよってなるかもしれない。そう、体勢のところまでしたら高く飲むためには絶対しゃがまないといけないね。うわ、すげえ。それどこで言ってたんですか。それは師匠が言ってた。俺かい。俺それ TikTok で見ました。一気に休まるから。まあペロは本当にあのマートテンポの練習だけしてるなんでだろうな。ちょ、聞きに行こうな。誰に？父さんに。イケメンライジングみたいなのが流行ってるね。あれランクインしてる8位、4位みたいな。パパパパパパってやつだな。殿堂入りしてる。クリストクリスト。それどう思う？イケメンライジングされてるから。アイドルじゃないから。あ、1位は受け入れてる。なんでこれ言うのちゃうやろ。しかも美女ランキングの方にこれ。面白い。